I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see you. 弊社の事業内容は、まあ、リフォームを中心にリフォーム専業としてやらせてもらってます。で、まあ、メインでよくあるのは水回りの交換ですね。で、水回りの交換と複合で内装工事っていうのをやらせていただくのが多いです。で、まあ、新築もできないことはないんですけど、今までそこの中に詰まってた家族のこととかですね、思い出っていうのをその次のリフォームにも生かしてもらいたくて、思い出が詰まったお家、まあ、箱の中をこううちがリフォームさせていただくってことに目的があってさせてもらってるっていうのが、リフォーム専業でやらせてもらう理由ですね。ショールームの特徴は、実際に水回りの機器に触れることで、その水回りの機器の違い、メーカーによっての違いが体験できることですね。で、トイレ、お風呂、洗面、キッチン、まあ、住宅の4大水回りのものがメーカー別にシリーズごとに展示してありますので、実際にそこで触って見て、でボリューム感とかそういうのも感覚で知りながら選ぶことができます。まあ、内装を含めてショールームで体感することができるように設定します。うちのこだわり強みに関しては、その一貫体制っていう姿勢が一番強みですね。営業マンがそのまま現場監督をやらせていただいて、で材料の発注から職人の手配で、お客さんへのアフターフォローも全て一人の人間が行うっていう形にさせてもらってます。で、これの狙いは、まあ、一番はお客さん前の安心感が一番です。同じ窓口でいらしていただいた方がお客さんも安心ですし、急な対応とかにも対応しやすいので、一貫体制を取らせていただいてます。で、もう一つは費用、コストのコストダウンですね。で、お世さんがの見積もりにもそこの部分は反映されてきますので、他社さんより安かったりとかっていうのも安心で安いっていうのが歌えるように、一貫体制にさせてもらってます。お世さんが満足できるものをお作りして、お世さんが満足できる価格でそれをご提供するっていうのはまずもちろん第一なんですけども、やっぱりうちの社員としてもやりがいを持って仕事ができるっていうのがかえってはお世さんのためになったりもすると思いますので、楽しく仕事ができる環境で、責任を持たせて自由に仕事ができるという環境を与えているつもりではいます。全体が幸せになるようにっていうのが弊社の企業理念としてはやらせていただいています。どんな施工力がある会社でも、どんな商品力がある会社でも、やっぱり最終的にお客さんが何でリフォーム会社を選ぶかなってよく考えるんですけど、最終的に何で選ばれるかっていうと、やっぱり安心感ですね。だからうちの方が見積もりが高くても、結局うちの方が安心できるからっていう理由で依頼していただいたりもしますので、やっぱり普段からこの安心感っていうのをどうしたら与えられるかっていうことを常日頃考えながら仕事しています。